こんにちは、競馬人の横山です。佐藤です。今週からね、東京競馬開幕ということで、はい、2日目、毎日王冠、はい、伝統の一戦ね、伝統の一戦ね、まあ、頭数ね、手頃でね。そうですね。ただ、実力馬が揃ってるんで、そうですね、はい、馬券的には結構面白くなるかもしれないね。早速見ていきましょう。はい、アエドビット、はい、どうでしょうかね。今週反路でした。そうですね、直前だけ反路でさらっとやったんですけど、うん、まあ、すごいの折り合ってね、うん、なんか言ったら写真の割には時計が出てましたね。そうだね、2番時計でしょ、51秒6。はい、はいはい、確かに自分から走る気にはなれてね、うん、ただ1周前は広かったでしょ、うん、チップのさ、支度をしてさ、反応も重さもさ、うん、まあ、80.7 で6ハロンなんで結構早い時計だったんだけど、うん、今週でようやく良くなったって感じしない？そうですね、まだなんかいつものやっぱりキビキビ感がまだないんで、そうね、ようやく間に合ったっていうか整ったって感じだと思うんだよね。やっぱり、まあ、この後もね、字はあるんで、そこ2段での仕上げっていう感じはするよね。はい、はい、インディチャンプ、はい、安崎ね、勝ちましたね、春はね。直径動くね。動きますね、うん、先週が立東半路で50秒5、で今週は51秒1。1週前でもバタバタだったよね、はい、最後 12.9 で減速してたんで、ただあれを使って先週追って、うん、今週はいいタッチで走ってたじゃない、はい、時計も上がりもね、 36.9 で 12.3、 無理なくね、ペースを突き放す感じで、相手もダンビライトだったんで、うん、よかったと思う。ただこれもね、アイドリッドと一緒 で、 そうです、ね、先週追って今週ようやく気持ち入ったって感じなんで、はい、まだまだ、やっぱ完璧ではないんだよね、うん、状況動くけどね、はいはい、折り合いもちょっと心配かな、ちょっと力みもあった、うん、ちょっとまだなんか馬自ら走っちゃってる感じ、ね、そうだよね、1008に伸びるってところもちょっとこの馬はね、うん、走り見ると鍵になる気はするね、はい、次にギベオン、はい、岩田のぞみジョッキーに乗ってね、うん、東京初参戦かな、はい、どうですか。僕は結構よく見えましたけどね、うん、よかったね。後ろでね、なんか我慢聞いてて、そうだね、反応近くとかね、早かったですし、ヘソがちぎっちゃったね、今週はね、炭酸扱いになってるけどね、うちの時計ではね、ヘソ相手も簡単に置き去りにする感じでね、ただ1周前は重かったね。ゴール前ギアが入らない感じで、うん、まあ、64秒台だったんだけど、これも1周前がね、ちょっと不満な動きだったんで、うん、今週は良かった、確かに、はい、低い方でね、そこら辺がちょっとどうかなっていう、K.I. ノーティっていう、はい、これは2週連続良かったじゃない。いや、そう、僕はなんかちょっといまいちかなと思ったんですけど、はい、僕的には結構首も膝もしっかり大きく使えたし、うん、先週はね、で今週も手先変わる感じで弾んでる感あった。時計はね、それほど速くなかったんだけど、うん、弾んでる感あったけど、そこは意見分かれたね、いまいち、はい、なんかまだね、うん、なんかちょっと講師の脚力がなんか物足りないというか、キック力というか、ね、そう、もうちょっといい感じなんと思うんですよね、これ。なるほどね、そこはちょっと分かれたね、はい。続いてダノンキングリ、はい、これも力あるね、3歳馬、はい、トップクラスの馬だね、はい、どうですか、ずっと見てて。そうね、先週はちょっとあれだったね、結構ムチ5発ぐらい飛んだかな、先週は。それで最後遅れちゃうけど、今週はポルトラックになったでしょ、うん、ウッドから。だからやっぱ下がしっかりしてると、やっぱ綺麗な走り見せるね、うん、ウッドではね、でも春はウッドでもそこそこ動いてたんで、先週はちょっと不満だったんだけど、今週はだいぶしなやかさが出てきて、ただやっぱ同じなんだよね、完璧ではないんだよ。完璧ではないですね。やっぱすごくいいなって感じではないわけよ、はい、うん、整った感がある、はい、うん、ただ太み感はないよね、やっぱ太くならないのかな、はい、この そうですね、そういうね、はい、ちょっと脂肪のつきにくい体質で、うん、仕上がってるのか、そうだね、それはありますね、はい、ペルシアンナイト、はい、ちょっとね、最近うんうん、力出し切れてないというかね、不甲斐ない競馬続いてるけど、どう立て直して、札幌記念を使って、今年はあれだね、休み明けではないんだね、うん、1回使ってるね、もともと叩きで岡方じゃん、はい、そうなんですけど、うん、まだ違う、なんか以前よりもちょっとずぶさが出てきたのかなって感じがします、うん、先週はでもそれでもうちからぐいぐい来てたけどね、はい、スピードに乗ってからはいいんですけど、ね、やっぱ乗るまでが、うん、まあ、漢方も大きいせいもあるんですけど、うん、今週はでも自然とさ、うん、並走相手かわしてさ、ね、ただ追ってから意外に突き放せなかったけど、そうでした、ね、うん、最後ね、もう同じような感覚でゴールしちゃったんで、あの手応えだったらもっとビュッていってもよかったってとこあるけど、ね、まあ、やることをやって、まあ、いつも秋の休み明け走んないけど、今回夏場に1回使ってる分は
仕上げやすかったんじゃないですか。そうかもしれないですね。それで言ってもらって、はい、マイネルバンは、はい、まあ、マイネルみんなだからね、うん、自前の施設でやってるんで、まあ、日本来てから2本なんですけど、はい、66.3 選手がロカーノンから行って、うん、で今週は 64.7 ほぼ生まないで来てたんで、はい、いいんじゃない気持ちを持って。そうですね、うん、通用するか通用しないかっていう問題はあるけど、はい、この馬なりに状態はいいんじゃない、うん、2ヶ月半いたけど、うん、モザースコット、はい、先週8点だね。先週8点としますね、うん、50秒切りましたね先週ね、49.8 で今週は 52.2、うん、11.9、動くねやっぱね、動きますね、うん、ちょっと力みはあるけど、うん、でもすごいダイナミックっていうか、はい、叩きつけるような感じに来てたんで、でもちゃんと仕掛けてからしっかりちゃんと反応したんで、そうだね、これは相当すごい、相当いいよね、活気は見上げてるね、はい、ただこの距離だよね。そうですね、うん、下側の延長、はい、やっぱりマイル専用に実績のあるのかなんで、そこは結構状態の良さを感じるね、最後ランホザローゼス、はい、はい、まあ余力はありましたよ。そうだね、うん、オイバーちょっと持たれてたけどね、うん、口向きは少しあんまり良くなかったけど、うん、まあ余力あって爽やかな感じで上がってきたから、うん、まあまあ結果出てないけど、まあ状態に関しては問題なさそうということで、うん、徐々に向いてるかなっていうような感じがします、はい、なんか精神的な問題ですかねこの昔ね、うんうん、そうかもしれないね、うん、まあ、今回距離単なんで1008でどうなのかね、リズムよくいければ、まあ、変わってもいいやねということで、よかったのはやっぱりお互い一致したのはもうザスコットですね。そうだね、あとはやっぱりアイドリッド、インディチャンプ、ギベオン、ダノンキングリーあたりが間に合わせた感がちょっと出てるんで、一波乱あってもおかしくない、組み合わせによっては、ね、配当的な期待もできるね、ここら辺が崩れるとね、はい、ということで、はい、以上です。